この EV ボタンを押すと純 EV になるんですよ。電気パワー、電気パワー、純 EV になるんです。ハイブリッドのシステムがどのように動いているかを見てみたいと思います。停止状態ではエンジンはかかっておらず、もちろんモーターも停止しています。ここからスタートしますと、バッテリーから駆動力がタイヤに行き渡っていて、エンジンはかかっていません。で、今 EV 状態で走っている形になります。少し上り坂になりましたので、ちょっとアクセルを踏み込むと、今エンジンがかかりました。エンジンがかかって、エンジンの駆動力がタイヤに行き渡っています。そして同時にですね、充電もしていますね。エンジンの駆動力で走っていて、今充電をしています。で、ここで少し深く踏み込んでみますと、すごい強い加速になりますが、深く踏み込みますとエンジン音も高まりまして、バッテリーとエンジン両方からパワーを供給して加速をしてくれるという感じになります。今ブレーキを踏みますとエンジンが切れまして、回生でバッテリーに電気が溜まっていく様子が表示されています。巡航するような状態になりますと、エリアのマークが入りまして、ハイブリッドシステムで使っているモーターをトランスミッションとして使うようになります。ノアボクシーエスクワイアの、ハイブリッドを、あえて普通のハイブリッドというならば、ステップワゴンスパーダのハイブリッドは、エンジンのいいところも使える EV 志向のハイブリッドということが言えると思います。